お世話になっております、マサルです。今回は HTTP メッセージの構造について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず HTTP メッセージの構造について概要をお話しします。その後に HTTP ヘッダの情報についても見てみましょう。それでは始めていきます。復習になりますが、 HTTP ハイパートランスファープロトコルはウェブサーバーとウェブブラウザの間で HTML、ウェブページを記述するための言語の情報をやり取りするためのプロトコルです。クライアントとウェブサーバーはそれぞれメッセージを使って通信をします。クライアントからのリクエストメッセージはリクエストライン、HTTP ヘッダー、HTTP ボディで構成されています。リクエストラインの部分にリクエストメソッドの情報が格納されます。もしゲットメソッドの場合はファイルの要求を意味するので HTTP ボディは空欄です。しかしデータのアップロード時に利用されるポストメソッドの場合は HTTP ボディの中に送りたいデータが格納されます。サーバーからのレスポンスメッセージはステータスライン、 HTTP ヘッダー、 HTTP ボディで構成されています。ステータスラインにはステータスコードの情報が格納されます。200番台のステータスコードが格納されていればリクエストの成功を意味しているということですね。なお HTTP ヘッダーと HTTP ボディは空行を1行入れることで分かれていることも覚えておきましょう。では次に HTTP ヘッダーについて勉強していきます。 HTTP ヘッダーに格納される情報は様々あります。まずリクエストで利用される主な HTTP ヘッダーを見ていきましょう。オーソリゼーションは認証情報を表し、ユーザーエージェントはユーザーのブラウザに関する情報を表します。リファラーはどこから遷移してきたのかを表す情報、クッキーはクライアントのクッキー情報を表しています。レスポンスで利用される主な HTTP ヘッダはセットクッキーがサーバーからクライアントに送られるクッキーの情報、ロケーションはリダイレクト先の URL の情報、サーバーはサーバーのソフトの種類やバージョンの情報を表しています。それでは今回は HTTP メッセージの構造について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。最後におまけトークです。今回は HTTP のメッセージの構造について一緒に勉強しました。いつもお伝えしていることですが、勉強するだけではなく実際にどうなっているのかを意識しながら勉強することが大切です。というわけで今回も実際の HTTP メッセージの構造を見てみましょう。見る方法はとても簡単です。ウェブブラウザが Chrome であれば開発者ツールを使って見ることができます。開発者ツールはそれぞれこちらのキーで表示することができます。開発者ツールを開いたらネットワークタブからヘッダーズを選択してください。するとヘッダーの情報を見ることができます。今回は google.com にアクセスした場合の情報を見ることができています。メソッドとして get を使ってステータスコードが200番で返っていることがわかります。このように体感することが大切なので、皆さんもぜひ開発者ツールを使ってみてくださいね。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。